俺の生まれた1964年ってどんなことがあったのかなと思って調べてみたんだけど、まず新幹線開通、そしてオリンピック開催、長嶋選手婚約、王選手ホームラン日本新記録55本を打ったそうです。そして橋さん、西郷さん、船木さん、元祖御三家の皆さんの誕生です。いろいろなことがあったみたいですね。君の身近なことではどんなことがあったかな。今流れてきたこの曲、これはこんにちは赤ちゃんっていう曲なんだけど、俺が生まれた時にガンガン流れてきたらしい。親父も袋も俺によく歌って聴かせてくれたんだって。でも今は俺流に変えて歌ってみる。皆さん楽しみに聴いてください。こんにちは赤ちゃん、あなたの笑顔。こんにちは赤ちゃん、あなたの泣き声。その小さな手、つぶらな瞳。はじめまして、私がママよ。こんにちは赤ちゃん、あなたの命。こんにちは赤ちゃん、あなたの未来に。この幸せがパパの望みよ。はじめまして、私がママよ。君は17歳というとどういうイメージを持ってる？俺の場合は自分のやりたいことを何のためらいもなくぶち当たって情熱を完全燃焼する、そういうことができる年だと思うんだ。だって多少の失敗なんて若さで弾き飛ばすことができるんだもん。また何年か経ってその時の失敗のことを話してみると結構楽しいかもしれないね。君とその話ができたら最高だと思う。